度到来をキャッチフレーズに掲げ、広島東洋カープ春季日南キャンプが2月1日から始まりました。選手やファンを激励しようと、市内の至る所では歓迎ムードで盛り上げています。例年は沖縄で一時キャンプを行う広島東洋カープですが、球場の改修工事のため1軍2軍ともに32年ぶり日南からのキャンプインとなりました。この日は快晴で、朝早くからファンが球場へ詰めかけていました。2軍スタートの広島ドラフト3位上本隆史内野手は、一部のメニューのみ1軍の練習に参加しました。今季から新しい背番号7番になった堂林翔太内野手、岩本貴弘外野手と松山隆平外野手は、野村監督から指導を受けて汗を流します。3月に行われるワールドベースボールクラシックの日本代表候補に選ばれている前田健太投手は、党内連携や課題練習などで調整します。野村監督や堂林内野手が移動中にファンサービスも。球場外ではキャンプへ訪れたファンをおもてなしするため、日南市漁協女性部による日南の味魚うどんを先着300食振る舞われました。よろしくお願いします。次回日南の味プレゼントは2月10日日曜日を予定しています。22年ぶりの優勝を目指した広島東洋カープ春季日南キャンプは2月27日まで天福球場を中心に行われます。